18時キックオフの一戦でしたが、キックオフ30分前には31度の暑さの中でのゲームとなりました。16分京都が先手を取ります。最後押し込んだのは18歳の福岡でした。一旦はオフサイドフラッグが上がったんですが、この石光のクロスからロペスがここにあえて触らず、でこれが甲府の湯沢の足に当たってゴール前にこぼれました。従いましてオフサイドなし。ここにこぼれてきたということもあるんですけれども、うん、まあ、ここにいたということが福岡選手のゴールを含めましたね。そうですね、素晴らしいゴールでしたね。嬉しい J 初ゴール福岡です。4分後に追いつきます甲府です。小塚から攻撃参加の湯沢、クロスをリンス、いい崩しでしたね。完璧に崩しましたね、はい、この前のシーンで島川選手から小塚選手素晴らしいゴールで出ましたよね。その後小塚選手、湯沢選手で前でバホス選手が潰れて、最後はリンス選手、素晴らしいゴールでした、はい、1対1で折り返して後半です。54分の甲府、堀米の左足、道口選手が代わって入ってすぐにチャンスを作ったシーンですよね、はい、ここで絡んで堀米選手の得意な左足に落としましたね、これは清水選手素晴らしいセーブでした。その落としも気が利いていました。65分の甲府です。エデルリマの強烈なミドルシュート、まあ、この直前に本田と接触して首から落ちていた清水だったんですけれども、ここは鋭いセーブを見せました。清水選手は1試合を通じてかなり防いでましたよね、うん、そして90分の甲府です。堀米のコーナーキックから流れたボール、最後は今津、このシュートは枠には飛ばせませんでした。ちょっと体勢的になかなか難しいシュートになりました。まあ、ボックス近辺からの直接フリーキックも何本かあった甲府だったんですが、結局勝ち越して